はい、どうもとあるです。はい、今日なんですけど、今日はですね、民法の478条ですね、受領契約書の外貨の盗むに対する弁済ということですけども、こちらに関してですね、要点だけさっとやっていこうと思います。で、どういう話かっていうと、例えば A さんがですね、A さんが B に対してお金を貸してるとしましょう。A さんが例えば銀行とかでお金をこう貸してるんですね。A が B にお金を貸している。そうなったらこれ当たり前なんですけど、A が B にお金を貸していたら、誰にお金返しますかなんですよ。ね。A が B にお金貸してるとなると B さん誰にお金返すのっていうとこれ普通に A さんに返しますよね。これいけると思うんですよね。 A が B にお金を貸してる、じゃあ誰に返すって言われたら B は A にお金を返すわけですよ。でもこの時何が問題かっていうと、間違って C さんにお金返しちゃったっていうことなんですよ。A が B にお金貸していたら B さんはお金を A に返すべきでしょうと、 A にしっかりお金を返したらそれが弁済としてこの債権なくなりますよってなるはずなんですよね。でも間違って C さんにお金を返しちゃった、どうやら C さんが本当の債権者っぽいとっていう風に B さん考えて、で C に対してお金返しちゃったっていう風なことがあるでしょうと。でこういうことがあった場合って全部ですねこの弁済として無効なんですかっていうと、一定の場合には有効になるんですよ。つまりお金を借りた人間ではない人に対してお金を返したのに、この債権しっかり弁済をしたってことになるんですよね。これが民法の478という条文でございます。で、これがどういうふうなケースかっていうと、こう書いてますね。受領権者以外のものであって取引上の社会常に照らして受領権者の外貨を有するもの、要するにお金を貸した人間ではないんだけれども、この人にお金返したらいいじゃないかみたいな、なんかそういう風な人ですね、っていう人に対してした弁済というのは、この弁済をしたもの B さんです。この善意無関心は誰で判断するかっていうと、お金を返すですね。お金を返すと、この B さんが弁済をしたこの時にね、 B さんが弁済をした時にですね、ここです。善意であり、かつ過失がなかった時に限ってその効力を持つ。要するに B さんが善意であり、かつ過失がなかった時、この時はこれですね、債権者違うんですけどね、でもそれでも弁済は有効にしてあげようと。 B さんがかわいそうだから、その勘違いが保護に値するんだったら保護してあげますよっていうお話でございます。そしてこれ救出の対策としてなんですけども、しっかりと条文の言葉で覚えてください。要するに善意であり点過失、善意であり点過失、かつ点過失がなかった時ですね、このフレーズはしっかりもう書いてある通りに覚えてください。例えば過失がなかった時ってところを無過失とか、なんかそう言い換えたりとかはしない方がいいです。よりかはもう書いてあるまんま覚えた方が絶対いいので、できればそういう風に覚えていくっていう癖はつけておきましょう。それでここの箇所なんですけれども、これですね、一応過去問でもあって、ウォーク問ですね。こちらのウォーク問のですね、問いの101番なんですけど、問い101番の選択肢なんですよ。これがその救済怪しいなと思った理由としては、僕これ結構ずっと言ってるんですけど、民法の個別指導で説明するときは、ここしっかり覚えてねって絶対言ってたので、なんでかっていうと、これ2014年の問いの33番の選択肢をで出てるんですよ。で、かつ、ここが救済怪しいなって結構言われたりするんですよね。なんで、その観点からも、かつ、これ若干ね、改正されたんですよ。つまり今ですね、受領権者云々って言いましたけれども、これ元々は言葉が違ったんですよ。元々は言葉が違ったんですけれども、もともとは債権純占有者、債権純占有者ってワードだったんですけども、この改正によって変わったんですよ。なんでこれ改正も絡んできているし、債権分野だし、めちゃくちゃ熱いんですよね。なんでこの条文はしっかりと覚えておいてください。それで過去問で2010年の問いの33番、選択肢なんですけど、こんなのが出ました。債権が22条とされて、一方の譲受人が第三者対抗要件を先に具備した場合、この時に債務者がその譲受人に対する弁済の有効について疑いを抱いてもやむを得ない事情があるなど、対抗要件で劣後する譲受人、譲り受け人を真の債であると信ずるにつき相当の理由がある時に、その劣後する譲受人、譲り受け人に弁済すれば、当該弁済は受領権者としての外貨を失うものの弁済として有効になるというのが妥当っていうものがですね、再判証は61年の4月11日の判例としてあるんですよ。これ何言ってるかっていうと、債権譲渡ってありますよね。債権譲渡ね、債権譲渡ってものがあって、でその債権をこう譲渡するわけですよ。このケースにおいて、例えばこうですね、書き直しますけど、こう
こうやって債権を持ってますと。でこの時にこの債権を2人にこう譲渡しますっていうことがあるわけですね。じゃあこういうふうに債権を2箇所に譲渡した場合ってどっちが優先するのっていう話がありましたよね。債権譲渡では対抗要件が2種類あるんですけれども、要するにこの AB 間であなたは債務者ですみたいなっていう話ですね。この AB あと、そして AB ですね、 AB とか C、 この3者の間で誰が債務者なんですか、誰が債権者ですかっていうその話があるんですけども、まあ、ここの話は一応基本事項な一回略しておきますけども、またですねいろんな講座とか見てください。まあ、債権譲渡っていうところってこんなことあったよねと。でその時に対抗要件ってものがあってですね、で対抗要件をこう備えると、で対抗要件を持つとこの人に対してこの人が真の債権者であると、したがってここに対して A さんお金返してくださいねってなるんですよね。でそうなるんですけど、でも明らかにこの対抗要件がおかしいっていう風なケースもあるわけですよ。で原則としてですね、債権譲渡ってめちゃくちゃ混乱するんでしっかり基本から勉強した方がいいんですけど、債権譲渡のケースに関して対抗要件を持つと、この人が対抗要件を持っている、そうなると対抗要件を持っている人間にこう弁済しましょうってまあなるんですよね。なるんですけども、でもこの対抗要件がどうも怪しいと。どういうことかっていうと、こう B さんからですね、 B さんからこう A に対してですね電話とかで、なんかその D ってやつが対抗要件持ってるっぽいけど、あいつ嘘やから金やめてねと、あいつは嘘だから金払っちゃダメみたいなことをこう聞いてたしましょうね。それ聞いてると、いやそうなんやってちょっと疑いますよねっていうことを疑っていますっていうケース。この時は A さんは C に対して弁済しても OK ってなるんですよ。このケースってこれ似てますよね。ね。お金を貸してくれた、つまり債権者に対してお金をしっかり払わないといけませんと。でも、この人ではないこっちに対してお金を払っても、それでも有効な弁済にしましょうっていうふうなお話と、これ若干似てるんですよ。本来は対抗要件を持ってる人間に対してしっかりお金を返しましょうと。でも B から、あいつ嘘だからと。言ってるんですよ。じゃあこれ嘘っぽいし払いたくないですよね。でもしこれが実際対抗要件嘘で、本来は C に対して弁済すべきとなっていると、 D にお金払ってもまだ債権残ってるわけですね。まだ債権残ってるんで、次はじゃあ C に対してお金を払いましょうっていう風に2回払うつもりなんですよ。例えばこれ借りてる額100万とかだったら200万払うんですよ。1回200万出てっちゃうと結構やばいわけですよ。なのでこういうケースは D ではなくて C に対してもお金を払って、それで有効な弁済にしてあげますよっていう、そういう風な話になってます。ここが選択肢の方なんですよ。じゃあ今のやつがどういう風な法的な構成でいくんですか、その理由なんですかなってくると、それはこれ478条、民法478条で言っている受領権者としての外貨を結ぶものに対する弁済ですよって考えましょうと。でそれの要件に関しては選択肢の5のところに書いてるんですけども、要するに対抗要件で劣後する譲渡人、譲り受け人、対抗要件では負けちゃったっていうこっちが真の債権者であると信ずるにつき相当の理由があるとき、ここのフレーズをしっかりと覚えておきましょう。この劣後している人の方が真の債権者やんかというふうに信ずるについて相当の理由がありますよと。こういうときはこっちに対して弁済をしても民法478条によって有効となるというふうに考えられていますので、ここしっかりと覚えておきましょう。これかなり難しいんですけれども、この話に関してはですね、まずは債権譲渡です。債権譲渡に関する基本事項とかもメンバーシップのその特典としてありますよね。そこの基礎講座とか、あるいはノートにも講座ありますから、どっちもいいんですけど、どちらかの講座を使ってその債権譲渡に関して頑張って勉強して、基本事項に関して丁寧に説明していますから、それを頑張ってやってもらう。でその上で超応用事項としてこの話と債権譲渡が絡んでくるっていうものがここの時に出ているんですよ。なので今年の給付式でもここから出てくるっていう可能性結構ありますから、その観点からもしっかりこの問題ですね、これ見て勉強するようにしておいてください。以上でした。